どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、昨年 YouTube チャンネル登録者数100万人を突破したシンガーソングライターのレオルです。レオルを知っている生徒さんはもちろん、知らない人にもその魅力が伝わるようにお話ししていきます。それでは授業を始めます。お願いします。今までの動画では、私が好きなものについて一方的に喋るっていう感じだったんですけども、今日はちょっと趣向を変えまして、あるテーマについて、皆さんと一緒にちょっと考えていきたいなと思っています。そのテーマはこちらです。まだレオルを知らない友人に一曲だけ勧めるなら、どの曲を選ぶべきかっていうことです。これについて、ファンの方、すでに知ってるよ、レオルのこと知ってるって方は、勧めたい友人を具体的に一人誰か思い浮かべながら聞いてほしいです。で、まだ知らないよっていう方は、この授業が終わった後に、今日紹介する曲をすべて、概要欄に貼っておきますので、どの曲を聴いてみたいかなっていうのを考えながら聞いていただきたいなと思います。で、私の一意見として今日発表するんですけど、それを説明する過程で、レオルの魅力が伝わればいいなと思っていますので、はい、よろしくお願いします。今日選ぶ曲っていうのは、まず YouTube のオフィシャルで上がっている曲限定にしました。で、1曲目っていうのは、すごい重要だと思ってて、その人の今後のレオル人生の重要な、大事なファーストインプレッションなんですね。それはもう変えられないので、だからその友人の好みをめっちゃ見極めて、この人にはこの曲だっていうのをピンポイントでぶつけないといけないと思ってるんですよ。そういう心づもりで聴いてほしいと思います。YouTube に上がってる曲も結構多いので、1曲かってなると、で、困った時の万能な曲っていうのがまずありますので、そこからいきたいと思います。1曲目はノータイトルです。いつ聴いても新しいんですね。古臭さとかそういうのなんか全く感じないんですね。で、すごい軽く聴けるんですけど、割とアップテンポな感じで聴けるんですけど、こうスーッと入ってくるんですね。どんな状況で聴いてもスッと入ってサッと聴けるんだけど、めちゃくちゃ深いので、で、歌詞も結構センセーショナルというか、いうワードが結構出てくるので、サビなのに殺されていくとか、結構ショッキングなワードが出てくるんですけど、でもなんかその重さを感じさせない軽やかな歌い方をするので、引きつけられる曲じゃないのかな、初見でもっていうふうに思うので、はい、これは困ったらまずノータイトルっていう感じです。はい、じゃあ次、 LINE とか、どっちももうお家に帰ってて、自分の家で多分今過ごしてるだろうな、この子っていう時に、ポンって URL だけ送って、ちょっと一人の時聞いてみてっていう風におすすめする時の曲が、2曲目の 1LDK ですね。先日発売された金字塔っていうアルバムの一番最後に入ってる曲なんですけど、1LDK の私はですよ、順番としては YouTube ライブを先に見せるべきだと思う。で、それでハマってくれたら次 MV の URL を送るっていう流れが私の中ではいいかなと思います。なんで YouTube ライブがいいかっていうと、この 1LDK っていうタイトルは普通のね、間取りの 1LDK なんですけど、ものづくりとかその制作することの難しさとか、その孤独感みたいなことについても結構歌われてるんですけど、その一人から、全部一人の作業から始まる、その孤独の戦いみたいなところが、その YouTube ライブの、撮影の仕方とか演出にすごく現れていて、そう、レオルが、なんかね、椅子じゃないけど、なんか台に座って歌ってる構図がすごい続くんですね。だからほとんど動かないんですよ。だから座りながら歌うんですけど、なんかね、その構図だけでこう一人で部屋にいる感じの歌詞とダブるんですね、そのレオルの歌ってる様子が。なので YouTube ライブの方を私はおすすめしたいです。で、さらにそこのこう表現的な部分を広げたのが MV だと思ってるので、
先に YouTube ライブで次 MV 見せた方がいいんじゃないのかなって思います。はい、次3曲目、3曲目は幸先ですね。幸先は単純にまあかっこいい、キャッチーなので幸先はいいかなと思います。で、幸先はもし一発目に聞いてもらうんだったら、私だったら曲だけでまず聞いてもらう、イヤホンつけてもらって曲だけで聞いてもらって、え、かっこよくねってなったところで次 MV かなっていう感じなんですね。なんでかっていうと、MV 映像のメッセージがすごい強いんですね。なので曲が入ってこないとは言いませんけど、曲だけのかっこよさよりもこの映像の面白さに気が散っちゃうちょっと怒られるかもしれない、気が散っちゃうとは言わないけど、まあ、私は曲からまず入ってほしいので、幸先の曲だけ聴かせて次 MV もあるんだよね実はこれって言って MV 見せる方が、曲の良さをまず知ってもらえるからいいのかなって勝手に思ってます。はい、はい、どんどんいきますね。この辺からちょっと、まあ、アップチューンな曲になるんですけど、4曲目がね、幽霊ズミ。さっきの 1LDK と同じアルバムに入っているんですけど、私は MV をおすすめしたいですね。で、幽霊っていうモチーフが思いっきり映像に入ってきているので、すごい音とリンク、激しさがリンクしてるっていうところでも映像と一緒に見た方が多分面白いんじゃないかなと思いますね。あと途中でその実写の顔にこう一コマだけアニメーションっていうか、なんかコミックテイストの絵が入るところがいくつかあって、でそこの絵が結構クレイジーというか尖った絵が結構続くので、なんかそういう意味でこうキャッチーな演出が結構多いので、ずっと見てられるんじゃないかなと思うので、幽霊人は、はい、ぜひ見てほしいですね。次5曲目、ボカロが好きな友人を想定して劣等上等ですね。劣等上等のレオル版ですね。もともとボカロの歌ってみたやってたので、レオルはそこから話をつなげていって、劣等上等って知ってるって言って、あ、知ってるよ、ギガちゃんが作ってるやつだよねってなったら、それの歌見たじゃないけど、アーティストが歌ってるやつがあるからちょっと聞いてみないって言って、映像を見せるとめっちゃ上がるんじゃないかなと思いますね。だからライブならではのノリがあるので、そこをね、こうボカロデーのボカロだけ聴いてるっていう人にも、あ、こういう見せ方をするアーティストがいるのかっていうところで、グッとくるものがあるんじゃないかなと思うので、はい、ここはおすすめしてほしいなと思います。はい、で、最後の曲です。6曲目は平面鏡ですね。はい、平面鏡は、さっきの劣等上等と幽霊ズミに比べるとそんなにテンポは速くないんですけど、まあ、ライブとかでもラストの盛り上がりみたいなところでよく使われるんですけど、でみんなで大合唱するのが結構恒例になってきていて、それぐらいね乗れる曲ですね。ちょっとアンニュイなんですよね、こう全体的なテイストとして、サビもそうですし、なんかメロディー全体としてずっとそういうこう鬱屈とした感情がベースにだーってあるところで、みんなで歌えるメロディーがガーッと何回も流れてくるので、そういうの好きそうだなっていう友人には平面鏡は進めたらいいんじゃないかなって思います。で、私の個人的なあれですけど、先に平面鏡の曲だけ聞いてもらって、YouTube じゃないわ、メイドインファクションか、ライブバージョンを見てもらったらいいんじゃないかなと思う。ライブはライブのノリがあるじゃないですか、その会場のそこまでの曲の流れがあって
その曲っていう感じだから、結構なんかこう、曲以外のパフォーマンスとかも入っちゃってて、曲ならで、曲本来の良さだけに、やっぱ集中できないんですよね、ライブの映像って。ファンは知ってるから音源を。別にライブから初めて見たっていいんですけど、何も知らない人が見ると、曲の良さっていうのの、第一印象がすごい薄れてしまうと思ってるので、曲の良さを絶対、一発目に知っといてほしいっていう場合は、映像があっても、あえて 曲から入るっていう風で、おすすめした方が私はいいんじゃないかなって思うんですね。まあ、別に状況によりますけど、そんな、みんながみんなじっくりね、こうやってイヤホンして、さあ聞くぞって言って聞いてくれるわけはないと思うので、はい。他にもおすすめしたい曲はもう死ぬほどあるんですけど、YouTube 限定ってことで今回結構絞らせてもらいました。で、曲単体じゃないんですけど、もう一個番外編として、クロスフェードをもし、おすすめするんだとしたらね、断然ね、シグマをおすすめしたいですね、私は。動画の一番最初の印象ってすごい大事だと思うんですよ。そこで引き込まれたら、もうあといくらでも見てくれると思うんで、っていう意味では、ビップキットの印象がめちゃくちゃ強いというか、インパクトが断然強いのでね、すべてのクロスフェードの中で、シグマは。アルバム丸ごとこう、おすすめしたい場合は、シグマのクロスフェードを見せるっていうのを、おすすめします。はい。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？こういうテーマでまた喋ってほしいみたいなやつがあったら、またそれもコメント欄の方にお願いします。参考にさせていただきますので。はい。じゃこれからも、好きを伝える楽しさをお届けしていきますので、応援よろしくお願いします。それでは本日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。